サムエル記第2の4章サウノコウシュー・ボセテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失ったイスラ人も皆うろたえたサウノコウシュー・ボセテのもとに二人の略奪隊の隊長がいた一人の名はバーナもう一人の名はレカブといって二人ともベネミン族のベーロテンミン族のベロテ人リモンの子であったというのは ベーロテもベネアミンに属するとみなされていたからである。ベーロテ人はギタイムに逃げて気留者となった。今日もそうである。さて、サルの子ヨナタンに足の不自由な子が一人いた。その子はサルとヨナタンの秘宝がいずれるからもたらされたとき5歳であった。ウバがその子を抱いて逃げるとき、あまり急いで逃げたので、この子を落とし、そのために足の苗たものと。 ものとも足の慣れたものになったその子の名はメシメシメシほぼメフィ・ボシェテでと言ったベテベロテジンリモンの子デカブとバーナがひざかいにイシュボシェテの家にやってきたがちょうどその時イシュボシェテは昼寝をしていた彼らは小麦を取りに家の中まで張り込みそこで彼の下腹を突き刺して殺した レカブトその兄弟バーナは逃れた。彼らが家に入ったとき、イシュボセテは寝室の寝床で寝ていたので、彼らは彼を突き殺して首をはね、その首を持って一晩中アラバへの道を歩いた。彼らはイシュボセテの首をヘブロンのダビデのもとに持っ,て持ってきて王に行った。ご覧ください。これは、 あなたの命を狙っていたあなたの敵サウルの子石ボせボセ手の首です主は今日、我が主、我が主、王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです、えー、するとバタビではベオロテ人リモの子レカブとその兄弟バーナに答えていった私の命の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生来ておられるかつて私にご覧ください サウルは死にました。と告げて自分自身では良い知らせをもたらした,もた,らしたつもりでいたものを私は捕らえて告げられ楽で殺したそれがその良い知らせの報いだったましてこの,この悪者どもが一人の正しい人をその家の中のしかも寝床の上で殺した,殺した時はなおこのこと なおのこと、今、私は彼の地の責任をお前たちに問い、この地からお前たちを覗き去らないでおらえようか。ダブルが命じたので、若者たちは彼らを殺し、手足,手足を切り離した。そしてヘブロの池の太りで木に吊るした。しかし、石ボセ手の首はヘブロにあるアブネの墓に持って行き、そこに葬った。